どうも、浜岡本です。今原宿のこの明治通り沿いにいますが、あのバンズの新しいお店ができたということなんで、ちょっと見に行きたいなと思っております。なんかバンズはあの音楽とも親和性があるということなので、イベントなんかもあるということで、ちょっと見に行ってみようかなと思います。ね、綺麗ですね、やっぱり。個人的にはあんまりこう学生の頃履いてましたみたいなことはなく、ただずっと、わかんないです、勝手にこの後聞いて覆されるかもしれないけど、すごい長い歴史があるイメージがあります。上がまだまだあるそうで、2階にちょっと行ってみましょう。結構思ったよりいろいろありますね。やっぱイメージはこういうことなんですよ。僕みたいなそんなにこう詳しくない人からすると、バンズのイメージってこんなことしていいんですかね。そういうあんまりこう弾けた色は履かないんですけどね。ただまあもうそんなわがままも言ってらんない。でもこうちょっとこう沈んでていいですね、渋くてね、この辺もね。まあちょっと一人でブツブツ言っててもしょうがないので、あのバンズにとても詳しい方が今日いらっしゃるということなんで、ちょっといろいろ教えてもらおうかなと思います。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。バンズジャパンの PR 担当してます、島田です。島田さん、よろしくお願いします。お願いします。バンズにこういうのがあるんだっていうので、はい、これとか、はい、これとか、これなんだろう、これソールが、この辺とかはもう厚底になってて、そうですね、まあ、どっちかというとレディース向け。あ、やっぱそういうことなんですね、はいはいはい、これめっちゃ軽くないですか、はい、ライトソールっていうのを使ってて、もうかなり軽さに特化してるので、狙いなの、まあ、履いてても結構楽ちん。ウイローぐらいしかないですね。めちゃめちゃ綺麗ですけど、はい、島田さん、ここ、これはもういつ頃なんですか、たった。今年の6月14日にオープンしました。もうめっちゃ最近、はい、本当めっちゃ最近なんですね。ビール丸ごとメーカーですみたいなってないじゃないですか。はい、バンズ自体は。ここが日本初めてで、はい、かつバンズビルっていうのはアジアで一応初めて。え？知らないこともいっぱいあるので、はい、ちょっとぜひ教えていただけたらなと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。実際そのバンズはどれぐらいの、どういう成り立ちでこう何年ぐらいにできて発展してたんですか。はい、1966年にカリフォルニアのアナハイムから始まったブランドなんで、まあ、今年だから54年かな。なるほど。で来年55周年になるん で、はいはい、で一応アクションスポーツブランドの元祖ってされてて、うん、まあ、そのスケボーとか BMX とか、うん、このやっぱスケーターというかスケボー文化とやっぱ密接なのはやっぱイメージはあるんですけど、やっぱカリフォルニアのサーフタウンだったりとか、まあ、ドッグタウンってよく呼ばれるところが発祥になっていて、スケボーを初めて生み出したレジェンドの人たちが、まあ、まだ若い時に、うん、まあ、バンズと一緒にこうバンズの靴を履いてたりとかする中で改良を加えてちょっとスケボーしやすいシューズを作ったりっていうところから始まっているので、やっぱりこうスケボーのカルチャーがこう成長していくのと、うん、一緒にこうバンズのシューズもずっとこう成長してきたブランドなので、なやっぱそのカルチャーに対してはすごく大事にしてて、うん、こう今もずっとサポートをし続けてるっていう感じだったりとか、そのアイコニックなんでしょうね。そうですね、その有名スケーターが履いてたこれみたいな認知もきっとあるでしょうしね、はいうん、はい、あとそのスケートだけじゃなくて実はいろんなカルチャーに結構根ざしていて、はい、まあ、あのアートだったりとか、うん、あのミュージック音楽だったりとかに関してもそうなんですけど、はい、すごく根ざしています、うん、で、まあ、さっきちょっと見てもらったそのチェッカー柄とかってこういっぱいあると思うんですけど、ね、バンズの当時のデザイナーたちがカリフォルニアを歩いてる時に、うん、真っ白のバンズを子供が公園でこういう風に塗ってたみたいな、うん、なんかそれを見かけてこのチェッカー柄が始まったりっていうのがあるので、やっぱりこう常にそのアートっていうカルチャー自体もずっと大事に落書きだったんですか。はい、あの学生の頃こう僕の学校なんか共通の真っ白いスニーカーみたいなの履かされてて、上履きで、はい、やっぱやるじゃないですか、やりますね、無地だとやっぱカルチャーと一緒に歩んできたっていうのがすごく強いブランドなんで、いまだにまあそのカルチャーに恩返しというかサポートし続けるみたいな姿勢っていうのはもうずっと忘れずにやってるようなブランドです。単純にそのファッションのポイントとしてもちろん履けるけど、うん、基本的にやっぱそういうスタンスと、うん、そうやって育っていった背景ががっちりあるっていうのは、はい、なんかちょっと他と違うっていうか、そうですね、ね、全然比重が違うんでしょう。ブランドとしてすごい誇れるところだなと自分でも思ってます、うんうん、ね、そうですね、そういうことだったんだ、はい、へー。音楽的にはそのバンズとして
認識してるそのバンズと音楽のこう親和性みたいなって、はい、どういうポイントなんですか。やっぱり、まあ、カリフォルニアで生まれたブランドで、はい、やっぱカリフォルニアのスケーターたちだったりとか、うん、やっぱ地元に最初根ざしてたので、うん、やっぱカリフォルニア出身のバンドってめちゃくちゃ多いじゃないですか。そうですね、うん、やっぱりそこの方たちがやっぱ履いてライブの上のステージで履いてくれてたっていうのがやっぱりすごく大きくて、うんうんうん、バンズワープドツアーっていう、うん、バンズの大きいサーキットフェスティバル、はい、その大きいフェスティバルを、まあ、アメリカ全土とか何か所かでやっていくみたいなフェスティバルもずっとやっていますし、うんうん、でイベントやられてるんですね。そうです、うん、毎年一応イベントをやってて、はい、あの今年もその音楽のコンテストをやっていて、アマチュアのミュージシャンの方たち の、うん、あの音源を応募してもらって、はい、でまあ、そこから、まあ、大賞を決めるじゃないけど、うん、まあ、コンテストを毎年やってます。でそれもやっぱりそのカルチャーをサポートしたいっていう気持ちがやっぱりすごくあるので、うん、まあ、その無名の方をフックアップするじゃないけど、はいはいはい、今まで、ね、目に触れてこなかったバンドをバンズとしてフックアップしてあげたいっていう気持ちがやっぱり強くて、多分、まあ、それが結果こうミュージックのカルチャー全体へのサポートになっていったりとかっていうところをやっぱり強く考えてるんで、まあ、そういうコンテスト形式のものを今毎年、うん、あのやってますね。何年ぐらい経つんですか。それは、5年ぐらいやってて、ただ、日本で開催されるようになったのは去年からなんで。あ、そうなんですか。今年でまだ日本では2回目待望の、はい、面白いですね。なんかスニーカーブランドの音楽のそのコンテストみたいなのは箸にも棒にも引っかかんなかったです。大会あそういうの 出たことありますけど、はい、そういうのあるんですね今はね、はい、こういうのあったら出てみたいな。いやいや、もちろんもちろん当時あったやつに応募してっていうのはありましたけど、はい、やっぱり間口がね今全然違うでしょうし、うん、かっこいいですもんね、バンズの大会とか、うん、コンテストとかだと国内で終わっちゃうものが、うん、ほとんどだと思うんですけど、僕はやっぱグローバルのブランドなので、うん、まあ、アメリカヨーロッパも、全部、うん、要はもうグローバル全世界で参加するようなイベントになったので、その優勝できなかったとしても、うん、要は自分の音源だったりとかが世界規模でこう、ね、こう、あ、そういうことか、伝わったりとかするっていう可能チャンスがやっぱりあるんで、そこはこう差別化できてるというか、他にはないところなのかなとは。去年は、まあ、もちろん こういうことにはなってなかったですから、はい、初回とはいえそういう なんでしょうその最終的には実演を見るみたいなことなんですか。そうです。去年は、オンラインで応募を募って、まず募って、はい、でそこから、一般投票をしてもらって、その投票の審査と、あと、まあ、ジャッジの審査で、はい、まあ、要はライブ審査をってことですね、はい、して審査員が見て一組を決める。去年は、ホーリミテッドサザビーズのゲンさんとゲン君がやってんのかそうなんだ。あとリカックスさんと、はい、あ、そうですか、はい、そうですか。マクガフィンついてますね、はい、たまたまですけどねあと僕と、あ、本当ですか、はい、へえ。あと、まあ、ビームスのディレクターというあのドイツさんという方と4名で一応審査して、どういうジャンルが多いんですか。なんかこうやっぱりまだイメージがあるのか、うん、こう、まあ、パンクっぽいバンドだったりとか、あ、なるほど、あとハードコアのバンドだったりとか、うん、もうバンドっていう感じのバンがすごく多くて、はい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 、ラストの一応商品というか特典が、はい、アンダーソンパークっていうラッパーと最後こう、はいはいはい、その人の前座のステージに立てるみたいな特典がラストあるんで、まあ、今年もうちょっとこうヒップホップだったりとかの方がもうちょっと増えてくれると、またこう、ね、バンズ あの音楽の形が広がってくるのかなとは思ってます。向こうに行くんですかね。そうですってことですよね。去年も日本の代表はあのアジアの決勝大会にみんなで行ってきたので。それはどこでやるんですか、アジア決勝大会。それは、去年はシカゴで、すごいすアジア決勝なんですけど、シカゴで、アジアで決めるじゃないですか、はい、で最終的にこう今日本とあとどこが入るんですか。日本、中国、うん、まあ、韓国、はいはい、台湾で香港、おで、まあ、その辺とあとインドネシア、マレーシア、シンガポール、うん、でインド、で一応アジアパシフィックなんで、はい、オーストラリア、ニュージーランドもそれに入れてるんです、ね、っていう感じです。あ、じゃあ本当ちょっとアジアといえど、まあ、かなり頑張んないと。 そもそもアジアエリアで、はい、そんだけ、ね、いっぱい国があるとそこで勝ち上がるってことですもんね、はい、最後ファイナルで日本から出たバンドが優勝したので、うんうんうん、はい、おお、もうなんか俺のさっきの振りみたいです、はい、結構各国あって、だってね優勝した、シカゴで優勝したバンド、うん、の、 あのフロントマンの方が今日来てくれているので、はい、そうなんですよね、はい、今年はさっきちょっとおっしゃってましたけど、まあ、ちょっとオンラインでっていう形じゃないですか、
どこまでに締め切りなんでしょうか。一応9月30日まで、9月いっぱい、はいはい、9月いっぱいで、まあ、バンズのオフィシャルのホームページのトップバナーで飛べるので、はいはいはい、まあ、そのままそのフォームに従っていただいて応募ができます、うん、はい、一応今年中には、うん、トップ5のファイナリストを各エリアアジアパシフィックの中でトップ5を決めて発表するっていう形です。すごいっすね、はい、そのサイト見てもらえれば全部スケジュールと、はい、あとまあ優勝得点だったりとかっていうところも、さって今 YouTube でみんなこれを見てるわけじゃないですか、うん、この話聞いてやろうと思ったらもう別にあっという間にできちゃいますよね、はい、この流れでこのままやってもらえれば、この流れでできちゃうってことだから、じゃあちょっととりあえずは9月までの、はい、その音源を送るね、応募期間っていうのがある、はい、ぜひ。なるほど。もうどんどん勝ち上がっていって、さっきもお話にあったそのアンダーソンパークのとか、はい、あと何があるんですか、その優勝したらこういうのがっていう。一応まあバンズからこう、まあ、1年間とかもずっとこう製品のサポートだったりとか、うん、まあ、サポートしますよっていうところとか、うん、ミュージックビデオを制作してくれるそのバンズの曲のビデオなんだ、面白いですね、はい、っていう特典と、 あとは、フェンダーさんとも、うん、フェンダー USA とバンズ USA の方で今回タッグ組ませてもらってるんで、そうなんですか、半分中の人間なんでしょ。そうですよねそうなんだ、はい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 、なんでその特典でフェンダー製の、まあ、多分ギターなのかベースなのかってなると思うんですけど、うんうん、楽器をプレゼント、しかもそれが今回のミュージシャンズ・ウォンテッド仕様になってます、はい、あ、じゃあその一般流通じゃないラインのやつを特別に制作するってことですか。多分バンズ柄なのか今回の柄なのかっていうので多分一本制作して、あ、そうすか、まあ、それがプレゼントされたりとか、へ、さっきお話出た、はい、ちょっと優勝者に会いになんか地下にいらっしゃるってことなんで、はい、ちょっと行きますかね。地下どんな感じなんでしょう、はい、これこの階段こうデザインされてるじゃないですか、はい、松山さん、はい、これはあのさっきお話にもあったあの白黒みたいなのはやっぱちょっとイメージカラーみたいなとしてあるんですか。あのチェッカーボードをイメージして、はいはいはい、あのここのためにアートを作ってもらったっていう感じで、なるほど、ね、上でも言ったらやっぱアートのカルチャーもすごく大事にしているので、うんうんうん、まあ、日本のアーティストを使って、うんうん、まあ、各界じゃないですけどいろんなところにこうアートを散りばめていて、はい、これもあのこれ全然俺気づかなかったけどこれがフロアマップってことなんですね。なんですけどこれもアートになっていてってことですよね。そのアートが飾ったんだと思ったら、はい、これも日本の豊さんっていうアーティストの方に、はい、あの描いてもらった絵で、我々がさっき言ったのがこの2階、はい、でビーチが、はい、これは割とこういうスケボーみたいな。そうです、うん、一応地下は、とスケボーしても、はい、耐えられるようなあの丈夫な靴だったりとかそれ用のラインがあるんで、まあ、その辺だったりとかを結構まとめてるフロアになってます。ちょっと毛色が違う感じですか。そうですね、はい、あ、そういうことなんだ。ここが地下です、ね、やっぱ雰囲気違いますね。ちょっと、はい、雰囲気がだいぶ、うん、露骨にいらっしゃるじゃないですかこちらが、はい、去年の優勝者の Q っていうバンドのボルトさんです、はい、ボルトさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ボルトです。はじめまして。はじめまして。優勝者というふうに伺っております。ありがとうございます。どういうバンドなんですか。すごいざっくり聞いちゃいますけど。数字の9を9個書いて、うん、9っていうバンド。ダブやってハードコア。あ、そうなんですか。はい、はいはいはい。ですね。何人編成ですか。4人で。あ、4人で、はい、その去年、はい、このバンズのそのイベントをどうやって知ったんですか。さっき僕教えてもらったんですけど、可愛がってくれてる先輩が、はい、バンズって言えばお前たちだろって言って URL を送ってくれて、あ、合うんじゃないっていうのってですね。ああ、なるほど。スケートボードもされるんですか、もともと。がっつりじゃないですけど、はい、もう一応あのずっとやってますね。それこそリーダーとずっと地元で、みんな九州出身で九なんですよ。そういうことだ。あ、そうなんですか。へえ。シカゴ行ってじゃあそれで確信回って優勝して、はい、どうすか心境。まあ今ちょっと時間は経ちましたけどやっぱ、はい、大きいですかバンドにとって。そうですね、まあ、バンドにとってももちろん大きいですけど、やっぱり、まあ、そのメンバー一人一人も多分、うん、とんでもない経験させてもらった。いやーねー、なんかやっぱ組まれていくツアーとは全然違いますね、それはね。まあ、ツアー行ったことないんで俺たちも2年ぐらいですかね結成して。あ、そうなんですか、もう本当それすごいっすねマジでってなりますねそれ。なりましたね。俺とかしかも、そうなんだ、初めてだったんで。いや僕てっきり結構もう長くやそれなりにバンドもやってらっしゃるんだと思ってたんですけど、はい、その2年で、はい、ってことはそもそもやっぱ外国行って演奏するっていうのもやっぱ初です。もう初めてですね。ですよね。詳しいのことまで分かんないですけど、うん、ギターがその音出しの時に目立ち違いで、うん、で壊れちゃったんですか。
そうっすね、本番前で。いきなり、あ、本番前で、いきなり。ハウスオブバンズシカゴの、うんうん、あの、まああのスタッフのボスみたいな人が同じのあるから。それ結構ナイスエスケープですね。同じの持ってるから、あの持ってきてやるよって言ってパッて持ってきたら新品。新品よ、男前っす。かっけー。昔ベトナム行った時に。ステージが鉄板だったんですけど、でうちのドラム裸足で叩くんですよ。で僕らはもちろんスニーカーとか履いてリハやったんですけど、ドラムはいつものようにスニーカーで来て、ドラムセットの前で脱いだ瞬間に俺らは全く気づかなかったんですけど、漏電しててマジでこうなって、でその電圧もやっぱ高かったんで、もうちょっとしたら死んじゃってたかもしれないです本当に結構やばかったんですよ。でその前の日にもちろん入るじゃないですか、はい、でその日が何自由時間なんていうんですかね、だからそのなんか散策観光遠足いろいろありますけど、はい、そういう時間があったんですよね。遠足ありましたね、はい、バンズの、アテンドしてくれて、アメリカのその巨大なバスが来てくれて、でまあみんなもう各国のバンドスタッフ全員乗って、うん、どこ行くんですか。最初がピザでしたっけ。あ、メシコに行くんだお絵かき、アートあ、アート、はい、アートのイベントをみんなで体験して。へー、本当になんかちゃんと遠足っぽいですねで、まあピザ食べて、ピザた、あのしかも作りから入ったんですよ、そのシカゴのピザ作り有名だから、はい、あの生地から、え、自分でやったの。自分たちでもうみんなそういうお店ですか、はい、そういうのができるお店って。なんかでっかい工場でしたね、ピザが。何それ、すごいっすね。でもね、一緒にパッて見て横でピザ作ってんの、明日一応戦うバンドのメンバーってことでしょ。いや、感動話あるんですか。もう全部感動だったんですよ。まあそうでしょう、ね。まあ、やっぱ一番感動したのが、そのやっぱずっとあのついてきてくれて、うん、ね、アテンド全部してくれて、うんうんうん、島田さんとちょっとここで島田さん出てくるんですね。だからあのステージがこうトツになってて、あの真ん中がこう出てるんですよね、前に。ああ、はいはい、こうね、はいはい、花道みたいな、はいはい、花道みたいな、はいはいはい、でもうちょうどその脇でその見ててくれてたんですけど、うんうんうん、あ、終わった後から超泣いてて。いやー、そらでもね、嬉しいですもんね。めちゃくちゃないっすよ。初代日本チャンピオンですからね。それは関わったバンズの日本チームにひとしおでしょうね。その感動的でしょうしね。だといいっすよね。まあ、今もフルサポートしてもらってますね。なるほど、はい、ね、それはさっきもちょっとお話伺いました。それもいいですし、まあね、Q の後追ってのバンドがですね、ね、今年もあるそうですしね。まあ、今日はちょっとこう出来たてのね、このバンズのもうビル丸ごとお邪魔しまして、歴史と背景も知れましたし、まあ、あとその音楽とか、まあ、アートとかと、まあ、こう密着してるっていうのは肌感覚では感じてましたけど、きちんとこう流れも組んだ話も聞けたんで、個人的にもすごい納得するところもたくさんありましたし、まあ、あとそのイベントがね、それこそあるっていう話は僕もそれ知らなかったんですけど、まあ、これから一つ当たり前の形式になっていくんじゃないですかね、ここから何年もかけて。ちゃんとやっぱ血が通ってるし、その、まあ、バンズって冠だけで面白そうだからイベントやろうとかっていうんじゃなくて、まあ、その歴史の話の中でもありましたけど、その音楽と、関わってきたり、まあ、スポーツと関わってきたっていうところの血がちゃんと通ってるイベントなんだなっていうのはすごい思いましたね。前日に明日戦うライバルたちと一緒にピザ食ったりすることは多分ないですね、他のイベントでは。お絵描きしたりとか、全方位的にあのやってることと、何でしょう、その展開してるものの筋がすごい通ってるんだなっていうのはもうすごく実感しましたね。まあ、9月いっぱい締め切りもありますけど、ちゃんとこの1年の中で結果をね出すらしいので、まだ遅くないんじゃないですか。フォームに乗っ取ったらすぐ遅れるそうなんで、思ってなかったら言いませんよこんなこと。今日いろんな説明をちゃんと聞いた上で応募した方がいいと思ってるから言ってますから、はい、いいイベントだと僕も思ったので、ぜひ皆さん応募してみてください。